はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、広岡達郎氏、野球解説の広岡達郎さんが少しまあジャイアンツの選手に対してまあ言及したというところがありましたんで、少しそれについてちょっとコメントしていきたいなっていうふうに思います。ちょっとどのようなコメントかね、知らない方もいらっしゃるかなというふうに思うので、ちょっとね読ませていただきたいと思うんですね、記事を。はい。で、ちょっと長い記事なんで、ちょっと省略してね、言っていくと、まあ、簡単に言うと、まずね、岡本選手に言及されてて、まあ、レフトを回したりね、レフトに回したり、サードに回したりとか、まあ、そんなんやってたらもう遊びやぞと。内野手が外野やり出したら遊びやぞというようなところ。で、キャンプで特集受けたのに、まあ、意味ないやないかっていうね、看板選手なのに、そんなんしてていいんかっていう、反論というかね、意見と、まあ、坂本選手にも言及されてね、もう辞めたらいいんじゃないかっていう、もう年も、まあ、34、5になってきたら、もう自然に衰えるんだから、まあ、そんな、なんかもう、自分にね、衰えてるっていうのを認めて、もう辞めてしまえと。昔の選手だったら辞めてるみたいな。例えばこの例で挙げてたら、例を言うなら、まあ、落合選手だったらもう辞めてるみたいなことを言ってたりとか、あと菅野さんにもね、菅野選手にも言ってて、エースじゃなくてね、6番手、5番手のところで投げてて、まあ、リーグトップタイの11勝を挙げてるけども、果たしてそれはどうなんだみたいな、ことを、まあ、言われてると。で、まあ、まあ、全体的にね、まあ、結構厳しい意見を言われてる。印象がありますと。で、まあ、この記事以外にもですね、広岡さん、すごく、こう、なんて言うんだろう。まあ、厳しいというか、まあ、結構、まあ、球界のご意見番みたいな形で、まあ、発言されてる感じはね、その前々からね、知ってましたと、僕もね。で、まあ、今日はちょっとね、まあ、今、3選手、岡本選手、坂本選手、菅野選手にね、言及されてましたけども、ちょっと僕の意見もね、ちょっと、一緒に言わせていただきたいな、っていうふうに思ってますと。で、まあ、まず、まあ、岡本選手のね、守備位置の変更についてなんですが、まあ、正直ね、そういうふうに思ってる人は多いんじゃないかな、っていうふうに思ってて、まあ、もともとファーストで固定っていうふうに言われてて、まあ、サード行ったりとか、まあ、そのレフトに行ったりとかね、いろいろしてますと。で、まあ実際ね、絶対固定した方がいいのはみんなわかってるんですよね。安倍監督もそうだし、ファンの方もね、まあそれは固定した方がそれはいいだろうっていうのはわかってると思うんですけど、まあそれができないチーム状況にあるというかね、うん、まあ、それをしてでも、やはり勝ちたいとか、使いたい選手がいたりとかっていうのが今のジャイアンツの現状かなというふうに思うので、まあこれはですね、まあ理想論言えばね、それはファースト岡本選手にしてサード坂本選手って初め言ってたんだから、その通りになればいいんだけども、まあそんなことみんなわかってるんだけども、チームが勝つためにとか、うん、まあそのプライドは持たないといけないというかね、そういうプライドはあって、いいと思うんですけども、それよりもね、天秤にかけた時に、まあ勝利であったりとか、まあ、モンテスを使った方が、打線が強くなるとかね、そういったことを思ってるんで、やってるんじゃないかなというふうに思うし、まあ僕の意見としては、まあチームなんていうのは、まあ生き物だというふうに思うし、まあ先日ね、例えば1週間前これがベストだと思ってたオーダーがですね、1週間後には、また変わってるっていうのが、あると思いますんで、僕は、それに関しては、うん、まあ、意見としてはね、すごくわかるんですが、まあ、チームが勝つために、こういう、作戦を取ってるんじゃないかな、っていうふうに思うので、僕はそこまで悪いとは思わないんですね。うん。理想は、固定の方がいいですけどね。はい。でですね、次、まあ、坂本選手について、まあ、辞めた方がいいんじゃないか、みたいな、そのね、王さんがその30本打って辞めたとか、まあ、落合選手が、まあ、ね、辞めたっていうね、ところで、まあ、例を出してね、坂本も辞めた方がいいんちゃうかみたいな感じで言ってますけども、僕の意見としては、まあ、坂本さんの自由だと思うんですね。それは別に、うん。別に辞めようが、辞めまいが、はっきり言って僕はどっちでもいいと思ってて、まあ、それはね、ファンからしたら、やってほしいっていう人が多い。とは思うんですが、まあ、坂本選手の人生ですし、野球人生なんで、ここでもう僕のプレーができないので、もうやめますっていうのも坂本選手の、まあ、自由だと思うし、
やり続けるというかね、もう本当に、悔いが、もうなくなるまでというかね、もうやりきったというふうに思えるまでやるっていうのも、それもね、美学というか、いいと思うので、まあそれは人の価値観だと思うし、昔に確かにこう、スパッと辞めるような人がね、多かったんで、それがこう、正解みたいな感じで、広岡さんはね、おっしゃってますけども、別にそれが、一つの正解だとは限らないですし、最後の最後までね、本当にこう、ベテランになって、本来の力を発揮できないところまでやっても、僕はそれもね、一つの美学だと思うし、理想というか、その選手の、自由かなというふうに思うので、別にその、坂本選手が辞めろとか、言うのは僕は全く思わないし、坂本選手が納得するまで、やれればいいんじゃないかなって思うんですね。うん。まあ、いろんな形があるんじゃないかなっていうところですね。で、最後にまあ、菅野さんがまあね、まあ、6番手とか5番手で投げててね、まあ、11勝してて、まあ、その、一流のピッチャーと投げ合ってないから、まあ、そんな価値がないみたいなね、感じのこと言ってますけども、まあ、それはね、菅野さんが一番分かってるんじゃないかなというふうに思うし、まあ、実際ね、ずっとエースでやられてて、いつもね、カードの頭で、やってたわけですからね。うん、一番初めに投げて、それでも、まあ、最多勝取ったりとか、沢村賞取ったりしてきてるピッチャーなんで、それはね、一番本人が分かってると思いますし、逆にそのシーズン前に、まあ、杉内コーチであったりとか、まあ、内海コーチと、まあ、お話を多分されてね、友と、まあ、今回はまあ、6番手とか5番手で行くけども、まあ、そこでしっかりね、勝ちを拾っていってほしいとか、多分そういう会話も絶対あったと思うんですね。で、そういったところで、まあ、菅野投手ね、別にその本人がね、まあ、11勝を挙げてるっていうのはすごいことですし、まあ、その、自分もね、そこの、一流のピッチャーたちとやってないっていうのは分かってますからね。そういったところを、まあ、僕は、あえて言う必要もないのかなと思うし、本人がね、一番分かってるんでね。でも、そのね、力が落ちるというか、まあ、一戦級のピッチャーと投げ合ってないとはね、分かってて、でもその、ちょっと力の劣るじゃないけども、そのピッチャーと投げ合ってしっかり勝ってるわけですから、それで負けてたらね、おいおいどうなってんだってなるかもしれないけども、実際勝ってるんでね、僕はそれはいいことだなというふうに思うし、もしかしたら来年ね、まあ、いい位置でね、投げる可能性もあるかもしれないんでね。うん、そういったところで、まあその、これに関しては僕はあんまり、まあ、策略というか、そうやって作戦、戸郷がいて、山崎伊織投手がいてっていうふうなね、ところがあったりとか、まあ、あるので、まあ、そこはね、別に、そんなに言うことでもないかなと思うし、まあ、先ほどの坂本さんの、まあ、引退しろみたいな、発言もそうですけども、結局、まあ、僕の考え方として、まあ、まあ、自由にしたらいいんじゃないか。その人の、まあ、そのね、結局、個人の、まあ、個人事業主でやってるわけですから、別にその、ね、ファンを引きつけたりとか、そういったところも非常に重要なことだと思うので、とか、そのファン、の、皆さんのその、ね、グッズ買ったりとか、収益がね、チケットの収益があったりとか、いろんなところで、ね、ファンの方がお金を落としてくださるからね、そうやって、野球選手という職業は成り立っていると思うので、そういったところで、まあ、そこをね、いい時に終わるのか、ギリギリまでやるのかっていうのも、個人の自由ですし、個人事業主なんで、自分で決めればいいと思うのね、うん、別にその、絶対やめなければいけないとか、絶対続けなければいけないということもないので、そこは別にそんな、まあ、第三者がガイガイ言う必要もないと思いますし、まあ、その昔でね、いろいろ理想論というか、まあ、時代によってそういったところも変わってくると思いますし、まあ、実際、その、正直言うと、まあね、昔よりも技術は正直上がってると思いますし、レベルは絶対上がってると思うので、まあそれはどの競技でも一緒だと思いますし、まあね、テクノロジーであったりとか、まあ分析する人がいたりとか、研究する人がね、日々やってるんで、それを踏まえてね、選手たちがこう、情報取捨選択しながらね、やってるわけなんで、それは昔のレベルと比べたら絶対上がってるし、その、35歳で、体力がもうきついって言われてた時期からね、トレーニングの発展であったりとか、まあ、食事であったりとか、睡眠であったりとか、まあ、いろんなところにね、リカバリーが発達して、まあ、40歳まで、平均のね、平均じゃないけど、そのやれる、その、年齢がね、引き上がったりとかっていうのも僕は十分にね、あると思いますから、まあ、それを昔の価値観のまま、まあ、押し付ける必要もないですし、まあ、まあ、いろんな人の考え方ありますけども、僕は、
まあ柔軟にというか、まあ時代に柔軟にというか、間違いなく、どの分野においてもね、野球以外でもそうですけども、年々ね、良くなっていってるわけですから、どの分野でもね。でそういったところで、価値観もアップデートしていく。その時代に、合わせていく。まあ柔軟にやっていくっていうことが僕は大事かなというふうに思うし、ね、坂本選手も、岡本選手も、菅野選手もね、燃え尽きるまでというか、自分がこう納得した、やりきったって思えるところまでね、本当に野球、これで終わりでいい、いいっていうふうにね、はっきり言える日までね、やってくれたらな、すごく嬉しいなというふうに思いますし、これからもジャイアンツをね、まあ支えていってほしい。まあその、新しい選手がね、出てきたりとかっていうのも、ありますしね。まあその結局、その選手たちがね、偉大だから、なかなか若い選手がね、出てきてないっていうのも、ちょっとあるのかなというふうに思いますし、そこをね、若い選手を打ち破っていかないといけないというふうに思うので、そこはね、若手選手の奮起と、まあ、ベテランがね、どこまでこう粘れるかみたいなところもね、一つのね、面白いところかなというふうに思うので、まあこれからもね、見守っていきたいというか、応援していきたいなというふうに思っております。はい。てな感じでね、今日は、広岡達郎さんの意見について、ちょっと僕なりのね、意見を、まあ、言わさせていただきました。まあいろんな意見あるんでね、別にその、いい悪いは、別として、まあその広岡さんの発言に対して思うことをね、言わさせていただきました。まあ皆さんもね、これを聞いて、まあいろいろ思うこと、あると思いますんで、コメント欄でね、教えていただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。